はい、じゃあ、午後の部始めたいと思いますけども、午後の部まずはですね、気象講演ということでこのホスフォー G、のカンファレンスでは、毎年ですね、いろんな海外の方であったり、日本の中でもですね、いろいろ地理情報に関わる方にご講演いただいてますが、今回はですね、内閣官房、政府 CIO 上席補佐官の、平本さんに、お越しいただきました。平本さんご自身は多分フォス 4G の、カンファレンスで何回も来ていただいて、いただいているんですが、今日多分ご発表いただくということでは多分初めてですよね、はい、ということで本当にというところありがとうございます。で、平本さんにはですね、多分後で自己紹介もしていただけると思いますけども、内閣官房で、オープンデータ政策をはじめ、今は多分デジタル、ガバメントデジタルトランスフォーメーションDX のかかる、政策とかでもかなりやられていらっしゃいますし、今日じゃあホスフォー G ということでもありますので、テーマであるその地理空間情報とかですね、土地の情報をどう、デジタルとしてですね、基盤を構築するかとかっていうところの、問題提起も含めて、お話をいただけるかなと思います。でこの気象講演は30分予定していまして、25分で例がなりますので、残り5分ぐらいになりますけど、ちょっと質問を受ける時間を設けたいと思います。それでは平本さん、早速よろしくお願いします。平本でございます。それではですね、私今言った これ安定してないのかな。次に行くな。大丈夫ですね。でも僕のパソコンは変わってない。変わってない。内閣官房で、IT 政策全般を担当しておりまして、その中で、今ご紹介にあったように、デジタルガバメントを担当しておりまして、特に今話題のですね、押印とかですね、そういうことを2年前に Code for Japan サミットで押印押印撲滅ワークショップそういうのをやるところからスタートしてですね、年間温めてきたら大変なことになってどうしようって思ったんですけど、こんな地理空間やってる場合ではないなと思って、そう言いながらもですね、この場ですので、大体そこら辺と電子政府と絡めてですね、お話をさせていただければと思うんですけれども、我々デジタル社会に向けてということで、今ソサイティ 5.0 ということで、社会全体がつながる社会を目指そうよということで、いろんな戦略を作っていて、それで、デジタル手続き法とかいろんな法律作ったりですね、いろんな戦略を作ってるんですけど、その中でデータが非常に重要じゃないかということが一貫したコンセプトとして流れておりまして、その中でですね、地理空間情報っていうのも非常に重要だなと我々認識しております。それでソサイティ 5.0 って今何やってるかというと、なんかいろんな分野でいろんなことやってるんですね。工場とか農業とか、あとは環境とか医療とか、こういう情報をみんなつなぎ合わせて、新しいサービスを生み出そうと、こういうことをソサイティ 5.0 で目指してるわけですけれども、それをやるには各業界ごとにデータの持ち方が違うと。でみんなすごい気軽に言うんですね。各分野の人たちがみんなデータ連携して新しいサービスを作りますと言ったりAI でなんか全てができるんですみたいなバラ色なことを言ってるんですけど、絶対つながらないよって言ってるんですよねそれで絶対つながらないからということで、分野間データ連携基盤ということで、ここでですね、例えばリアルタイムデータでサンプリングタイムで来るデータとか、あとは何かが起こった時に出てくるデータとか、いろんなものを合成したりですね、いろんな分野から出てきた、形の違うデータを合成したりとかいうことで、そういうような分野間のデータの連携基盤というのを作っていたり、あと一番下にそれをやるためにはデータの標準化が必要だと。で標準化したものをオープンデータとして外に出していこうよと、そういう形でですね、今、総合科学技術イノベーション会議と言われているシスティと言われているところと、IT 室が共同してですね、このソサイティ 5.0 の基盤作りをやっていると。でこの基盤作りの中でですね、やっぱり地理空間とか、土地情報が要じゃないかということになってるんですけど、全然専門家がいないんですよね。IT 室でなんかサブっていうか中身やってるの僕ぐらいしかいなくて、誰もなんか見てくれないという状態でこれどうしたもんだろうと思っているというところが結構悩みの種で、でも海外行くと大変なことになっていて、エストニアに行くと、エストニアのこれ向こうの政府の紹介文書に書いてあるんですけども、ベースレジストリーズアイデンティファイドなんとかかんとかって書いてあるんですけど、要するにベースレジストリーっていうのが今すごい世界中では問題になってます。電子政府をやるためには
なんとか台帳って日本で言われたり、なんとかポって言われるやつですけれども、そこのデータがきちんとしてないと、その上にサービスが作れないじゃないかということで、それを全部まとめて、ベースレジストリーと呼んでるんですけれども、インフラ台帳なんかもそうですよね。そういうものは、もう信頼されて、オーサライズされたものがきちんと、ソースとして提供されなければいけないっていうのがエストニアで言われてます。で20年間これを突き通して今、データの整備をやってると。で、2番目に書いたのが、まあこれ、間にもいろいろ書いてあったんですけど、まあ、地理空間データですね、スペシャルデータに関しては、エッセンシャルフォーガバメントアプリケーションズということで、やっぱり政府のサービスを作るには、地理空間情報がどうしても必要であると。そして一番下のところに、アドレスシステムズ、エッセンシャルフォーファンクション、ファンクショニングガバメントって形で、もうとにかく住所って重要だろうということで、もう、結構こういう形で、エストニアってすごく重要視されてるんですけれども、大体みんなこんな感じなんですよね。よくわかんないけど、X ロード最高っておじさんがたくさんいてですね、その人たちがですね、視察にどんどこ行って、僕たちのところにも視察先紹介してくれよって言ってきて、その挙句にこんな感じなんですよね。あれでいいじゃないかって言ってますけども、いや、そうじゃないよと。データなんだよ、データって。みんなね、X ロード輸入すれば済むと思ってる人がすごいいるんですよね。そうじゃなくて、データの標準が重要なんだということを我々言ってるんですけど、ほとんど理解されないと。で、実際にどうなってるかっていうと、エストニア のサービスってここ X ロードポイントではないんですけれども、このつながっているところの上に地理空間でいうと E サービス、地理空間だけじゃなくて彼らのサービスって E サービスというのとイネーブラーっていうのでできてるんですよね。これでできてるんですけれども、まあ写真撮らなくてもこれ後でアップして上げますけれども、E サービスのところにE ジオポータルって総称して呼んでるんですけど、そこにエストニアンランドボードジオポータルっていう形で、ジオポータルとイーランドレジスターっていう形で、こういうような国民向けサービスがあって、それを支えるためにイネーブラーとしての通信回路、通信網ですね、それプラス、XGIS とか、スペシャルデータインフラストラクチャーとかプレイスネームレジスターっていう形でデータをきちんと作っていこうというのができると。これがあるからこそこの上のサービスができるんだっていうのがさっきの英語の文章なわけですよね。そういうような形ですごくもう体系を作って時間をかけて専門家をもうめちゃくちゃ配置してやっているのに対して、日本はほとんどそこのところができてないっていうのが今課題になっていると。そして、まあそれもうちょっと詳しく書くとですね、E ジオポータルっていうのは、まあ不動産情報全般的な、紹介って書いてありますけど、不動産だけじゃなくて地理空間の情報も全部紹介できて、ベースレジストリーというところでいろんな、結局地理空間と税情報、住民登録情報、企業登録情報、みんなつながってきますので、本社住所とかそういうのがありますので、そういう意味でですね、これがみんなつながってくると。それと、地理的なデータと行政的なデータっていう形で、両方のデータをちゃんとやろうよと。やっぱり専門家がちょっと違うんですよ。どこの国に行っても行政的な行政協会考えてる人たちと地理空間というか山の形とか考えてる人はちょっと違うチームにいたりするんですけど、それを一緒にやろうよっていう話 で各種規格に従ってデータを整備しようっていう形で EC 全体のインスパイアプロジェクトってあるんですけれども、それと連携を取りながらやろうっていう形で非常に体系立ててやってると。それとアドレスシステムということで、ここは、家屋番号とか通り名、都市名、郵便番号とか、これと地理空間と、あと各種登録コードですよね、各データベースごとにコードを持ってますので、そのマスターコードが全部紐付けられてるっていう形になっていると。こういう上でサービスをやっていくっていうのが今、まあ、みんなが注目しているエストニアですよね。で、これエストニアだけかっていうとそんなことはなくて、デンマークもほぼ同じ形ですよね。デンマークの形っていうのはどうなってるかっていうと、ここのデータディストリビューターって書いてあるのがエストニアでいう X ロードみたいにデータを交換する基盤なんですけれども、その下に彼らはベーシックデータっていうのを作っていて、ダニッシュ、ザ・ダニッシュベーシックデータプログラムっていうのをもうかなり前からやっていて、ここをとにかく整備しないとサービスが作れないと。ここの、いろんなデータの上に、ソーシャルベネフィットとか、雇用とかヘルスケアとかこういうサービスができてくるんだと。やっぱりサービスとイネーブラーっていう形に切り分けていて、それでイネーブラーの中には個人情報、個人の台帳とビジネスの情報、法人情報ですよね、まあ、日本でいうと法人登記情報、商業登記ですか。それとリアルプロパティということで不動産情報とアドレス情報とマップとか地理空間情報、この3つのデータベースがあるんだと。でこれがあることによって全部のサービスができるんだと。それに対して日本は今どうなってるかというと、マイナンバーカードが配られて、マイナンバーカードというマイナンバー番号ですよね、マイナンバーそのものですね、マイナンバーがインディビデュアルということで、まあ、住民基本台帳なんかと連動した形で動いてるんですけど、だからデータベース自体はあるんですけれども、それを紐付けるところがまだまだ、完成してないと。それとビジネスのところでいうと商業登記のところがあるんですけど、商業登記が
結構大変でですね、よくデータを見ると未だに本社番号、本社住所が東京市とかそんなの出てくるんですよね。あと本社移転をきちんとやらない会社っていうのが すごくあって、それがあるために登記簿謄本取ってきてみんなこう証明してるんですけど住所合ってなかったりするんですよね。でもなんか登記簿謄本持ってきたからよしとしようみたいな感じのなんか今までなんちゃってで結構証明されてたんですけど、それがデジタルデータになるとちょっと困ってくると。それと、不動産登記情報についても今見直さなきゃいけないって話になってるんですけど、これどうしたらいいんだよっていう話で結構困ってると。でさらにですね、これをこうやって紐付けて考えてるんですよね。やっぱり一つ一つのものはやっぱり専門機関があるからそれなりに綺麗なものを作れるんですよ。でそれなりに綺麗なものでは困って、それなりに綺麗じゃなくて今言ったようにビジネスと不動産情報っていうのはつながること多いですよね。オーンドオグって書いてありますけど、個人が持つ場合もあれば法人が持つ、リアルプロパティもあると。それと、その不動産っていうのは住所に紐づいてるよねみたいな、こういう全体の体系のもとでこの体系が全部できて初めてサービスができると、そういうものを、目指してやってると。でこのエストニアとデンマークの事例って結構最先端なんですよね。それで、イギリスなんか見るとそれほど進んでないというか、統計局さんがなんか住所の一覧出してたりとかですね、あと地理空間は地理空間でまた、オルグのサイトのところにあったりしてですね、ガバメントのサイトになかったりですね、まあいろんな国でいろいろ取り組んでるんですけど、大体、このデンマークが今国連の電子政府ランキングの第1位ですね。それでもうぶっちぎりで第一なんですけれども、それとエストニアは皆さんご存知のようにもうみんなエストニア見ろよっていうようにですね、世界でも有名なエストニアとなってますの で、まあ、ほぼですねシンガポールなんかもマスターデータの管理っていうのは行われているという形で、もう世界最先端のデジタルガバメントをやるためにはベースレジストリーをきちんと整理するとともに、その中にきちんと地理空間とか土地情報を位置づけるっていうのがもう世界の潮流になっていると。それでさらにですね、今話してたデンマークの取り組みって2011年から2015年までの取り組みなんですよね。でも彼ら終わってるんですよね。で彼ら終わっていて今どうなったかって言ったら、パーソンと法人 と、土地情報っていうかランドなんとかと、マップの情報と不動産の情報とさらに、水と気候に関する情報、これも国の基本ではないかっていうふうに位置づけて今6個のベースレジスターに変えました。ベースレジストリーですよね。こういう形でとにかく国の基本っていうのは一体何なんだと、スマートシティを作るにはどうしたらいいんだとか、スマートネーションを作るにはどうしたらいいのかっていうことで、こういうベースレジストリー群というのをどんどんやっていて、それで、それがですね今デンマークアドレッサーって書いてありますけれども、住所 API なんかももう提供していてですね、住所情報をポッと投げ込むとそれが正しいかとか緯度経度とか全部返ってくるような形になっていて、それでそれがもうドゥルーパルのですね CMS のパーツとしてポコッと組み込めば簡単にできるようになっていたりしてですね、こういうものもディストリビューションとして配られているっていう形になっていると。でこれで一応ですね、5年間で800億円かな、そのぐらいの経済効果があったっていうことで、これをやることによって別に政府内がきれいになるわけじゃないんですよね。民間企業もみんなこれ使うわけですよね。申請を受けてきた人たちがこの住所正しいのか、例えばよくあるのが県名の後に、市の名前忘れて町名書いたり、町名忘れる人とかいろんな人いるわけですけど、それをみんな API で確認したり、そういうことができますので、そういう住所情報を国がきちんと管理して皆さんにこう提供するっていうことによって、それで経済効果を生んでいこうと、それと新しいビジネスを呼んでいこうという形で今やっているという形で、世界は結構それなりにですね、すごいところまで進んでるなというところまで来ていると。で、じゃあ日本の取り組みどうなってるかっていうとですね、結構バラバラとやってるなって感じで、内閣府の防災も土地には関係してるし、内閣官房には町人仕事があって、スーパーシティがあって、ソサイティ 5.0 があって、 IT 室は IT 室で絡んでいて、で国土交通省さん、地理院さん、農水省さん、法務省さん、実業政局さん、統計局さんという形でみんながバラバラと土地情報をちょっとずつ持ってて、なんか主な台帳っていうのがまた自治体にあったりして、これが、ここは主たるものですけれども、これ以外に、インフラ系の台帳なんてすんごいたくさんありますので、それときちんと管理されているところもあれば管理されてないところもあるっていうか、それ台帳全部揃ってるんですかって、揃ってませんとか、さっきの不動産の情報であったように、昔の住所のままで、変わってなかったり、もうよく言われるのが所有者不明土地みたいに持ち主がわからないとかですね、そういうような形で台帳そのものもきれいかどうかっていうのをまた再検証も必要だし、あとは紙である台帳なんかもまだまだたくさんありますので、そういうものをどうするかっていう話もやっていかなければいけないと。で今
我々も今年来年でやんなきゃいけないんじゃないかということで、非常にちょっと切羽詰まっているのは何かというと、今話しましたように所有者不明土地ですよね。このまま行ったらこの国の土地はどう管理されているのかよくわからないというですね。それもあるし、遺産相続っていうか、相続の時に結構バラ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 しちゃうというのをちゃんと登録しようよとかですね。あと空き家問題も結構大変なわけですね。今どこに住んでるんだろう、持ち主の人はとか、あと外国人どのぐらい持ってるんだろうなっていうのもよく分かってなければ、災害の後によくあるのが、復旧しようとするとあの山林の持ち主見つからないとかですね、そういう形で、修復ができないとか、あとさっき言ったスモアットシティもあれば、あとさっきから出てきてない話題ではモビリティですよね。自動車走らせるのにやっぱり精緻な、地理空間情報が必要であるっていう話で、人が歩くにしても車にしても、あとは車椅子にしてもですね、こういうモビリティ情報をきちんと持たなければダメだよなということで、これも重要になってきたのと、もう一つ意外に注目されてないのがこの手続きワンスオンリーというやつで、今年の5月に、デジタル手続き法というのが通りまして、これからデジタル手続き法によって一度出した情報は二度と出さないでいいようにしようっていう法律なんですよね。そうすると法人番号をピピッと入れると、よくある民間のログインすると自分の住所とかクレジットカード番号出てきますよね。あれと同じような形で法人番号をピッと入れると法人名と法人の住所がパッと出てくるんですけれども、それをやると法人の住所間違ってるわけですよね。本社住所がさっき言ったように昔の住所が出てきたり、それクレンジングしようとしても昔からの履歴をちゃんと取ってないからクレンジングもできないわけですよね。それ書き直していいのかっていうのも異常、なんか書き直しちゃいけないような気がするなっていう、法律で一番最初に登記されてる情報なので書き直せないし、変更しようとすると3万円かかるとかですね、取締役会の議事録は持ってこいとかいう形になるんで結構大変なんですよね。だから補助金今日の夜までが締め切りだからやろうって言った時にそれが出てきちゃうと、もうなんかお手上げというかですね、それがもうそのまま申請するしかないっていう形になっちゃいますので、それで本当にいいのかと。それと今後全部デジタルで手続きされるようになると、今までだと手続きの最後にですね、大体郵送してるわけですよね。郵送することによって実在確認ができたんですよね、契約書の郵送とか。それが今度はメールで全部完結するようになった時に、その会社本当にあんのかどうかってわからないんですよね。もう住所の実在確認もできなければ、そこに登録されている住所が正しいかどうかわかんない住所だけでやるっていうのはもうおかしなことになってしまいますので、そういう意味で、住所情報とかそういうものをきちんと管理しなければいけないというところに結構もう切羽詰まってきているというのが今我々の置かれている状況ですと。それで例えばさっきから言ってたのがこれですよね、デジタルガバメント的に何が問題かってことで、申請書作成のところで申請ってやって、さっき言ったように番号バカバカってやると住所が出てくるんだけど、東京市新宿村って出てきて、これに対して、本社住所の変更登記を求めないと申請を受け付けないと、法律的にちゃんとやってる会社しか補助金は出しませんよっていうふうにきちっと、運用するっていうのもあるんだけど、あとはそれ以外に主な所在地っていう欄を作ってしまって、もう両方出てるって形にしてしまって処理するっていうのも一つのやり方だし、黙殺するっていうのもまあ一つのやり方かもしれないんですけれども、もうとにかくこれどうすんだよ問題っていうのがあって、で申請審査の時にはさっき言ったように架空住所からのものですよね。こういうものが、可能になっちゃいますし、あと同一住所からたくさん同じ住所に会社を重ねてる会社って結構あるんですよね。それで同じような申請を出してきたりですね、そういう時にどうするのかとか、そういう重複申請も確認できなかったっていうのがありますので、それもどうするのということで、まあ、国が住所管理システムって作んなきゃいけないんじゃないかなっていうのが対策としては考えられるんですけど、ここら辺も今後、考えていかなければいけないところで、まだまだ我々の中でも、そこの整理が全然済んでいないと。それで、まあ、ポジティブな側面と顕在化している課題ということで、今皆さん話を聞いているとこの国は絶望の国じゃないのかと思ってたんですけどそんな絶望だけしててもしょうがないのですね、当然ポジティブな側面があって、いや僕国土地理院さんすごい立派だなと思ってて、もう今日の朝の講演からすげえ立派なもの作ってるなっていうのがあったんですけど、あと導きだってすごいわけですよね。もう3センチの精度でバンと測ってくれるというのもあるし、電子国土もあんだけやっててすごいよなっていうのもあるし、街角とかいろんなところにセンサー やたらあるわけですよね。日本の車って新しいからみんなセンサーつきまくってるわけですよね。だからもう非常にテクノロジーの基盤は揃ってるっていうのが日本の今の状況なのかなっていう。それで、一方で地理的課題としては、まあ、プレートが移動してるのと災害で土地境界が変形したりするって、まあ、これは避けて通れないんでしょうがないだろうって話なんですけど、問題はここですよね。行政的課題っていうところで、これはローマ字表記が触れる問題とかですね、ゴテムバとかそこら辺の MBNB 問題とかそこら辺から始まってですね、あと振り仮名も実は
市町村までは自治行政局、総務省の自治行政局が出してるんですけど、町技レベルの振り仮名って誰がどう決めてんだろうっていう話とか、あんまりよく分かんないわけですよね。でこういう話とか、あとさっきの実在確認ができないというのと、ワンスオンリーができないというのと、あとはですね、やっぱり僕は行政マインドが低いんじゃないかなと思っていて、もういろんな省庁とこれに関して、喧嘩をしてるんですけれども、もう超縦割りなんですよね。自分のところだけなんとかすればいいっていう話で、もう僕がびっくりしたのは、さっきから僕住所住所って言ってるんですけど、お前に住所と言われる筋合いはないみたいな感じで、住所っていうことにクレームがついたんです。住所というのは住むところであって、法人とか、公共施設には所在地という言葉を使えって言って、でも世の中は住所って言ってるじゃんって言ったら、それはお前は正確じゃないとか言って、いや会社法に住所って書いてありますよって言ってるのに、そしたらなんかそれにもなんかずっと反論してきて、でとにかく、住所という言葉を使う使わない問題で3日2晩戦いました。最後飲んでる席にまで電話がかかってきて、平本さんどうしても住所使うなんて言ってますけど、どうしたらいいですかって言って、もう押し切れ押し切れと言って、もうこんなことで3日間戦うってどういう国なんだよと思ってから、それとあとはパッチによる対処ということで、どうしても問題が起こるとみんなそこの制度だけなんとかすればいいって言って、パッチをこういうふうに当てていくわけですよね。それによってやってるから、やっぱり住所問題って、例えば隣の家と同じ住所の番地ですよとかいう人もいたりですね、集落全体で同じだったりですね、まあ、いろんな問題があるっていう話で、ここもなんとかしなきゃいけないのと、あとここの皆さんはみんなポリゴンポリゴンって普通に言ってるんですけど、普通の人ポリゴンって言っても分かんないっていう問題があって、本当は町技の協会なんかもみんなポリゴンで市町村が出してくれればいいじゃんとか思うんですけれども、ポリゴンって何ですかってみんなに言われちゃうわけですよね。だからそういうようなところも、もう少し我々ももう少しポリゴンの概念を広げていきたいなと思っておりまして、なんでかっていうとですね、よくあるのが制度情報なんか、今例えば家の災害が起こると建物の建て直しの制度とかいろいろあったり、雇用のなんとか制度ってあるんですけど、大体問い合わせ欄を見ると、皆さんお近くの、なんとか基準書にお問い合わせくださいとか、お近くのなんとかに、聞いてくださいって書いてあるんですけれども、あれってやっぱりみんな所管区域っていうのがちゃんと明示されて、共有財産として持たれてないんですよね。だからそういうところをきちんとやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思って、そういうものもきちんとポリゴンで持ってもらったりですね、そういう空間情報っていうかですね、行政区画の情報っていうのをきちんと管理するような仕組みも必要じゃないかなっていうふうに思っていると。でですね、なんでお前ら内閣 IT 総合戦略室なのかっていうのがあるんですけれども、そもそも所管してる省庁がやればいいじゃないかっていうのもあるんですけど、我々としては、国の基本資産情報だから、さっきのデジタルガバメント的に絶対やんなきゃいけないと、あとデジタルファースト法的にさっきのデジタルのワンスオンリー手続きやんなきゃいけない、なければいけないからやんなきゃいけないっていうのもあって、あとオープンデータ、これでもうやっぱり土地とか情報を出してほしいっていう情報すごい多い、要望が多いんですよね。そういう意味でオープンデータやらざるを得ないと。それと誰も総合的に取りまとめをしてくれないんですけど、これこのままいったらまずいんじゃないかなっていうことで、我々やろうかっていうことでですね、みんなから顰蹙を買いながらですね、怒られながらいろいろやっていて、住所の表記で英語で書くときにはどういうふうにするんですかねとか、こういうのもちゃんと、一応いろんな省庁に確認しながらやってるんですけど、確認すると大体、それ決まってませんとか言われちゃうんですよね。そういう電話番号なんかも今やってるんですけど、電話番号のカッコなのかハイフンなのかとか、ああいうのも決まってないんですよね。そういうものをきちんと一個一個潰していって、こういうものをこう表記しませんかって言われて、そうするとものすごい勢いで各省に調整をするとですね、国土地理院さんから専門的な質問と意見が来るんですけど、我々それに答えられなくてですね、非常に困っているという我々そんなにプロじゃないんだよでもこれ決めないと死んじゃうんだよっていう話で一生懸命やってると。で推奨データセットやったり、文字で地名の漢字外字はどうするのかとか、そういう話も含めてやったり、あとは今町技識別紙ということで、町技のコードがですね、なかなか有料でやってて広がらないっていうところもあるので、それなんとかしてほしいっていう要望がありますので、どうにか町技識別紙とそれのポリゴン情報みたいなものとか、読み仮名ローマ字、こういうものが作れないかっていう話で今検討していただいたりですね、こういう形で、なかなか皆さんに迷惑をかけない範囲でですね、最低限のところをちょっと整理していこうかというのと、やっぱりこういうのを出していくことによって皆さんから意見がいただけるっていうところもありますので、そういう形で取り組みをやっているということで、後でお前か悪いやつだという人もいるかと思うんですけど、ぜひ皆さんには、ご支援いただきたいなと思ってるんですけど、それで現在チャレンジ中のエリアということで、さっきの分野間データ連携基盤を作ったり、スマートシティが今なんか400何十何団体が作っちゃったりですね、あれをなんか、統一しないと477種類のスマートシティ
ができちゃったら困るなとか、あと国土交通省が国土交通情報プラットフォームっていうのを作るっていうのを言ってますので一緒にやろうよって話をしたり、あとはデジタルガバメントのグラウンドデザインっていうのを今やってまして、ここで結構強く打ち出すのが、今まで政府では全然手続きとかそっちのフロントエンドの話ばっかりしてたんですけど、ベースレジストリーこれ本気でやろうよって話と、土地もちゃんとやろうよって話を打ち出したいねって話で議論が進んでたり、あとはワンソンリー進めようねとか、町屋識別士とか、こういう話と、最後にあるのがデータの品質管理ですね。さっき午前中の話もあったんですけれども、データの品質、やっぱりさっきの、データの測定誤差っていうのもありますし、それ以外に登録したデータが間違ってるとかですね、更新されてないとか、そういう話も含めたデータの品質管理体系、これをどうするかっていうのが今世界的な話題になっていて、ここの議論をもうちょっと深めていきたいなっていうのが今年のテーマとして、やっております。でですね、ビッグチャンスっていうことなんですけれども、こんなに混沌としてるところに我々人がいないんでですね、多分ここのところにババッと入ってきていろいろやるといろんなことができるっていう、すごいビッグチャンスの、今時期なんではないかと思っています。それでもう世界はどんどん進んじゃってるんですよね。さっきまでのところまで進んでるんですけど、ジオ DCAT って言われてるジオ情報を、カタログ化させる仕組みとかですね、アメリカ政府だとジオ法任務って言われて、政府全体でジオ情報をどうするかっていうのをやったり、ヨーロッパでインスパイアプロジェクトとか、ヨーロッパの、イモーラ2とかですね、こういうような形でいろんな土地情報のプロジェクトが進んでいて、海外行くといつも我々の行政データと並んで土地情報っていうのは必ず横で議論してるんですよね。だからこういうところに、何とかしなきゃいけないなっていうふうに思っておりまして、で今日のお願い事項ということでみんなお願いしてるんですよ。僕のお願いですね、モサボを知るということで実は今年の CIO 補佐官にも帽子が応募してくれたんですけどそしたらですね、お前にはプロジェクト、大規模プロジェクトをやったかとか、なんかトンチンカンな質問をした挙句にですね、落としてしまうというとんでもない失態を我々やってしまったんですけれどもそうじゃなくて、きちんと今年は、地理空間の人を入ってほしいなと思っておりまして、100年先を見込んで、まあ、今まさにさっきのビッグチャンスですので、まあ、ネゴシエーション、各省とのやっぱりタフネゴシエーションになりますので、そういうところもできて、しかも専門的な議論ができる人、それとグローバルに仕事をしたい人、こういう人にはですね、ぜひ私とも手伝っていただきたいなと思っておりますので、今年の年末に募集をしますので、ぜひ考えてみていただければありがたいなと思っています。以上でございます。ありがとうございます。はい、藤本さん、どうもありがとうございます。質問が多数来ていますが、ちょっと時間の関係もある、またアーカイブして質問をお渡ししたいと思いますが、2つ3つぐらいですね、エストニア、デンマークの話がまずは決定進んでいるということでしたが、それ以外はこう割と横並びというか団子なんでしょうか。日本より進んでいてエストニア未満だ、日本の数年後、数十年後ぐらいの姿のような、まあ、参考となるような国はあるでしょうかというご質問です。それ結構あるみたいで、あるみたいなんですけど、我々も結構一個一個調べると結構大変なのと、言語が違ってるので調べきれないところがあって、ただヨーロッパの会議に行くと、ヨーロッパ全体の会議に我々毎年出てるんですけども、そこに行くとやっぱりそれなりに進んでる国はあって、やっぱり我々さ結構土地情報に関しては、なんか地理院さんのところだけがずっと、別にお世辞を言ってるわけじゃないんですけど地理院さんのところはどんどん進んでるんだけど、行政の土地データっていうか、そこについてはまだまだ遅れてるなって感じがしますね。ありますね。デンマーク等ではどこの部局が土地情報を管理してるんですか、それともそういう管理という形式じゃなくて標準を決めて、まあ、各部局と連携するという形式なんでしょうか。忘れましたなんか確かに土地関係の部局があったような気がするんですけども、ある、まあ、すみません、両方かもしれないですね。そうですね、そういうのはね、はい、ただ国でナショナルプロジェクトとしてプラットフォームを作ろうっていうのがすごく、それでナショナルプラットフォームチームが動いてるっていうのはその通り、はい、ありがとうございます。もう一つぐらいいけるかな。既存の曖昧な行政実施をなるべく、移行できるようにデジタルガバメントを実装するという考え方と、デジタルガバメント実装の機会に曖昧な行政実施の引き締めを図るという考え方があると思います、まあ、このあたりのバランスをどのように考えるべきか、お考えがあればお聞かせくださいということですが、そういう意味ではですね、そこをやっぱりバランスってすごい重要だと思うので、我々引き締めを図りたいんですけど、いきなり引き締めるとみんなができねえよそんなのって言っちゃう人結構いるんでそういう意味で今情報を出してもらう推奨データセットも、今必須と、なんだっけ、これできれば入れてほしいなっていうのと、まあまあまあどうでもいいやって言ったらいいんだけどそういう感じで3階層のモデルになっていて、やっぱり我々そういう形で簡単に入れるところと次にステップアップしましょうよ、そのまた次にここまで最終的には目指しましょうという、そういうステップ論で入れたいなと思っておりまして、そういう意味で
ではデジタルガバメントをやりながら徐々にその、ボトムからこう、応援していってやっていきたいなと思ってますし、そういう点ではポリゴンなんかも簡単に作れるツールと入門みたいなのを配るとか、そういうことも考えなきゃいけないのかなと思ってますね。そうですね、普及という意味ではいろいろな多分方策があるんだと思いますね、うん、ありがとうございます。あとコメントが入ってるので、どれですか、一番、はい、ああまあうん、まあそこコメントということで、そうですね、いろいろありまして、まあ地理院からも職員をぜひ出向させますかねみたいな話であるとか、あとさっきの先生も補佐補修で、上席補佐官補佐官よりも、下とか多分階級の、下のメンバーというのはどういう立場がありうるか。あの下の立場ってないんですよ。普通に職員で出向してくるか、なんか民間からも出向の方がいらっしゃるんで、今経産省の中には、試合補佐官の下にデジタル化推進マネージャーっていうもう一つ、ヤングな層を作ったんですけれども、ちょっと試合補佐官全体、政府全体の仕組みだとそこのミドルのところがないんで、はい、そういう点ではもう試合補佐官別に年齢とか全然関係ないですし、専門性があればそこもどんどんやってほしいと思ってますので、そういう意味でどんどん入ってもらうとともに、もう国土地理院さんには10人ぐらい来てほしいと思ってますので、よろしくお願いいたします。またじゃあそこら辺は後でご相談いただければというふうに思います。じゃあちょっと時間にもなりましたので、これで平本さんのご講演は終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。